マイクロソフトでチーフセキュリティアドバイザーという仕事をさせていただいている高橋と申します。まず今月の脆弱性の説明をさせていただく前にですね、この会見の位置づけといいますか、この説明会、これ自体がですね、2007年の9月から行っておりまして、実は今回で80回目となる内容でございます。IT 管理者の方がどのような形でパッチを適用していけばいいか、適用しなくてはならないのはどのようなものなのか、こういうことを正確に伝えていきたいということで、セキュリティに関心を持っていただいているメディアの方向けに開催させていただいております。で、毎回の内容ですけれども、更新、毎月、公表される更新プログラムの内容、技術的な詳細な部分、それから例えばボットネットのテイクダウンというような作業をしているわけですけれども、そういう内容についてのご紹介ということをさせていただいております。セキュリティ更新プログラム、つまり脆弱性と呼ばれているものの修正になるんですけれども、こちらの外観といいますか、どのような状況になっているのかということを簡単にお話しさせていただきます。こちらがアメリカのですね、ナショナルバルネビリティデータベースというところに登録されている全企業の脆弱性でございまして、だいたい半期で2500件ぐらい、年間で5000件くらいの脆弱性が報告されています。で、その脆弱性について深刻度というような評価をしております。で、この深刻度に基づいてみると、約半数が中程度の深刻度を持っていて、 30% 程度が深刻な内容を持っていて、ローレベル、さほど影響はないかもしれないというものが 10% 程度というような内容になっております。また脆弱性の悪用のしやすさという指標もございまして、悪用が容易なもの、残念ながらとなりますけれども、こちらが5割ぐらいを占めまして、悪用に対してある程度工夫が必要なもの、ある程度難しいもの、これが 40% ぐらいを占めるというのが実情でございます。また脆弱性が存在するプラットフォームですけれども、 OS、 それからブラウザ、そしてアプリケーションというカテゴリーに分けていくと、アプリケーションが約6割を占めていて、それから OS 関係が2割、ブラウザ関係が 15% 程度、このような割合になっています。これはマイクロソフトの製品ということではなく、先ほどご説明したような、全製品の中で、大体年間5000件くらい平均である中で分析していった内容ということになります。で、この中でのマイクロソフトの脆弱性の割合なんですけれども、およそ、大体平均すると 4% 程度なんですけれども、この時のレポートの内容では大体 7% ということになっています。で、脆弱性と品質の問題というのはなかなか分かっていただきにくい部分があるんですけれども、脆弱性が公表されると何が危険なのかということなんですが、こちらでご紹介させていただいているようなツールキットといえばいいんでしょうか、攻撃コードを販売する、もしくは提供するようなことをやってらっしゃるといいますかね、そういう行為がありまして、そこに攻撃コードが入っていくということになります。ですから何でしょう、ある一定の確率で壊れるというのとは違って、攻撃コードを、もし脆弱性が残ったままにあると、その攻撃コードを使って確実に侵入が行われてしまうというのが大きな違いになっております。で、ここの大きくグラフが前後してますけれども、メジャーな攻撃ツールといいますか、そういうツールセットがあるんですけれども、そこがどういう攻撃コードを入れたかで大きく変わっていくというのが見れるグラフが上の方のグラフになっております。またこちらがですね、上の方はリアルタイムでセキュリティソフト、アンチウイルスソフト等を入れている人の割合、これが大体7割ぐらいを占めるというようなデータになっています。で、あとはそうですね、必ずしも常に入れてないって方が2割で、ほとんど入れてないよという、1回も入れてなかったよという人が 5% ぐらいなんですけれども、それぞれの感染率を見ていくと、そうです、
ですね、常に全然入れてなかったというところとですね、時々リアルタイムが外れてたというところでおよそ同じ割合になってしまいます。で、まあ、確実に常にリアルタイムのアンチウイルス製品を入れてたというところが感染率が大体5分の1程度に低いということになっています。ただこのデータの読み方なんですけれども、アンチウイルス製品を入れていてもやはり 5% 程度ですかね、これは CCM なので 0.5% ぐらいになりますけれども、そのくらいの割合で感染が残っているということで、まあ、セキュリティベンダーの方もおっしゃってますけれども、セキュリティアンチウイルスソフト確実に有効な解決策なんですけれども、必ずしもそれだけで対策できないというのが実情だというふうに考えています。で、マイクロソフトのセキュリティに対する取り組み、ちょっと大冗談なんですけれども、2002年からですね、トラストワーズコンピューティングという、活動をさせていただいております。トラストワーズコンピューティングとして、今回主なテーマになっているセキュリティ、それからプライバシー、リライアビリティ、ビジネスプラクティスというような、それぞれのピラーについて活動を続けさせていただいております。で、トラストワーズコンピューティングの中の、一つの重要な、ピラーなんですけれども、セキュリティデベロップメントライフサイクルという取り組みをさせていただいております。こちらは、自社の製品をセキュリティを高めるための取り組みで、デザイン段階から、実装するまでセキュリティを実装していくということ、それからリリース後について、今回の更新プログラムもそうなんですけれども、リリース後においてもセキュリティ製品のメンテナンスを続けていく、そういうような取り組みをさせていただいております。で、更新プログラムなんですけれども、先ほどもちょっとご紹介しましたけれども、深刻度、緊急重要警告注意というような、定義、それから悪用のしやすさということで、それぞれ、1、2、3というようなレベルで評価をして、これがセキュリティブリテンと言ってますけれども、更新プログラムの中に、記載させていただいております。で、セキュリティ更新プログラムの提供というのは98年の6月1日から実は始まっておりまして、こちらが、ここで紹介しているURL から全てご覧いただくことが可能です。またCSV の形でも出しておりまして、こういう Excel なりで全てのデータを見ていただくということも可能でございます。で、2002年5月、これコードレッドを受けてのことになるんですけれども、先ほどこの、説明会の目的が企業の IT 管理者にセキュリティパッチ、更新プログラムを適切に適用していただきたいということをお伝えしたんですけれども、そのための方法として逐次出していくのではなく、 IT 管理者が準備ができるように毎週水曜日に出すという方針に変えていっております。で、またこれが2003年、ブラスターワームなんかが出たタイミングになりますけれども、毎週準備をするのはなかなか難しいということで、現在の形態、毎月第2火曜日に提供するという形になっております。これ伸ばすというのが、簡単なように思われると思うんですけれども、こういう脆弱性を報告してくれる方々、セキュリティ研究者といたしますけれども、彼らは一刻も早く発表したいわけですので、そういう方たちとの十分なコミュニケーションを取ってコーディネートをしながら脆弱性を公表していく、こういう体制ができるようになったため、毎月1回という更新が可能になったという背景がございます。で、先ほど梶さんの方で攻撃手法に対して逐次新しい対策を入れているという言い方をしていましたけれども、今日あまり詳しい説明はここでしませんけれども、一番上に書いてあるのはコンパイラーって言ってます、プログラムを作るツールでのいろんな取り組み、それから、次がそうですね、こちらが XP、OS レベルでどのような取り組みをしてきたか、それからブラウザレベルで、取り組みをしてきた内容、それから、代表的なアプリケーションであります、オフィスで取り組んだ内容ということで、2000年当時はですね、先ほど、カジさんの話にもあった通りなんですけれども、まだまだセキュリティといえば、メディアベースのウイルスだったりですね、メリッサーだったり、アイラブユーだったりしたわけですけれども、そういう中から徐々にブラウザを使ったもの、そして、
オフィスなどのアプリケーションを使ったものに移行してきているので、そこに応じてセキュリティ、OS の基本設計、アプリケーションの基本設計を変えて対処していっているというような実情です。で、結びになりますけれども、まあ、トラストワーディーコンピューティングということで、引き続きセキュリティ、安全に使っていただけるような取り組みというものを続けていきたいと思っております。それからマイクロソフト一社でやれるということには限りがございますので、例えばですけれどもセキュリティレスポンスアライアンスというものを組ませていただいております。例えば ISP の方、それからセキュリティベンダーの方々、 CSIRT、 例えば日本であれば JP サートさんなんかが相当しますけれども、そういう方々との関係を構築して、単にマイクロソフトが何か製品を作るということではなく、安全な IT 利用環境を作れるように取り組ませていただいております。もう一つの取り組みとしてマップというものを、提供させていただいております。マイクロソフトアクティブプロテクションプログラムという内容なんですけれども、先ほどもちょっと ありましたけれども、セキュリティベンダーさんがですね、なんて言うんでしょう、セキュリティ更新プログラムが出るタイミングでセキュリティベンダーさんが、その脆弱性に対応したシグニチャーを作れるようにということで、3日前に脆弱性の情報を、詳細な情報を提供するというようなことをやっております。で、こういうようなことを通じて、弊社の脆弱性を塞いでいただくということだけではなく、セキュリティ製品によっても効果の高いプロテクションをしていただけるような、そういう業界を挙げた取り組みということを進めております。で、もう一つがデジタルクライムセンターということで、これ本社の本社なんですけれども、サイバー犯罪に対しての取り組みということも続けさせていただいております。その一例がボットネットのテイクダウンという活動をさせていただいておりまして、今まで、9例くらいですかね、のテイクダウンをさせていただいておりまして、特にこの赤で囲ったとこなんですけれども、日本でも不正送金の問題というのが出てますけど、その温床になっているのが例えばゼウスというボットネットであったり、シタデルというようなボットネットだったりするんですけれども、こういうものに対するテイクダウン、つまり なかなかテイクダウンのいい日本語訳がないんですけれども、潰していく、サイバー犯罪の温床になっているような技術的な基盤に対して、無効化していく、こういうような取り組みをしております。以上、私から脆弱性及びセキュリティ対策に対する概要というものをご紹介させていただきました。